G-by3FX 始まります。 G-by3 の太郎です。 G-by3 のブレイブです。本日も引き続きナイモンチャンネルさんからアキさんとゆうへいさんにお越しいただいてます。どうもよろしくお願いします。今回もナイモンさんのあれやこれやいろいろ聞いていきましょうか。よろしくお願いします。あれやこれや、ナイモンさんはまあそういう出会いに特化したアプリなんですけれども、最近ではナイモンチャンネルも力入れてるかと思うんですが、そのまあ YouTube 撮影のなんか裏側、まあ特にちょっと私が大好きな泉セクシーさんが出てリアルのその後とか聞きたいなみたいな。わかる。ね、いいよね、あれね、あれなんか本当になんかこう恋愛番組を見てるかのように、ドキドキするなんか、まあ聞いたことがあって本当に初めての2人っていうね、その日で、あれって、この人とこの人を合わせようみたいなのは一応だからあの立候補者とか候補者とかの人がいて、ある程度それの好きなタイプとか聞いているので、そうなんだ、全くなんか全然そう的外れではない、ないはずなんだよね。だから会話もなんか一応さ外れるじゃん。一応顔あのだからアプリで出会ったって体で顔写真はお互い見てるはずだよね。それはわかるんだ。そう、誰が来るかってプロフィールがあって、はい、はい、うん、けどあの動いてるとこ見るの本当に初めて、会話するのも初めて、そのなんか初々しいところがいいよね。実際自分たちも多分あんな感じなんだろうな、リアルするときって。じゃあ次はもしかして太郎さん出てるかもしれない。けどね、あの出たい人結構多いんだよね、あれね。そう、でも自分が別に有名人って思ってるわけではないんだけど、確かにね、なんかこうちょっと本当に一般の子たちが出てる方が楽しいんじゃないかなと。自分本当出たい出たいんだけど、なんか自分とかが出ちゃうと仕込みかなって思われがるんじゃないかなっていうところがちょっと、けど一応本当にね、本当にまあなんならナイモンで出会った人よりも多分初めて感が強いと思う、あの撮影って。でもあれってパートナーがいない人じゃないといけない、今日そりゃあ倫理的にね話になるからそこはそうだね、そうだよね。あのただ出て楽しみたいじゃなくて、あれは出会いをそのまましかも本当の出会いなんで。そうなんだ、そうそうそう、なんか一緒に2丁目飲みに行きたい人みたいなそういう出会いではない。一応そうそう、まあそうだね、マッチングアプリで友人も探せたりとかするかもしれないけど、基本は恋愛パートナーを、パートナーを探すっていう。なるほど。じゃあやっぱ気になるんですけど、その YouTube が終わった後、その後はどうなってるんですか。その後は基本的にはノータッチというか、ご自由にボーリング行くって終わった後もボーリング行ってるかどうかわからないし、あとからそのスタッフってやっぱその場にいないんですよ。いる方はいるんですけど、一応聞こえないぐらいのところの距離で、まあ一応ご飯屋さんじゃないですか、まあそうですね、基本的にやってるっていうところで、ぐらいで、まあ一応あの勝手にご飯食ってるぐらいな感じらしい。あ、そうなんだ。そしたらじゃあもうペースというかさ、あの、そこはもうお二人ご自由にっていう、まあ、カメラ何台かね回ってはいるけど、まあまあまあね、本当に自由に出会うまでメッセージのやり取りも多分してないらしい。じゃあそしたらもうその写真、写真とプロフィールだけ、だから本当にナイモンで会う人よりも本当にもっとリアルだと思う。あ、そうだよね、そう、やり取りしないと思うんだって、もう本当のブラインドデートって感じ。そうそうそう、初めまして。もしかしたら今まで公開した中で初対面行けなかった人がいたかもしれないよ、もしかしたら。わかんないわかんないわかんないよ、それは。でもさ、我々もさ、リアルしてるんでさ、行けなかったら行けないって顔しなくなる。いや、わかんないけどさ、そこわかんない。頑張って歯見せて笑う。あの、上の歯だけね。まあけど、だから本当そういう意味で本当にリアルっていうね。なので、そう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 、でももうそれはね、言わんでも伝わってて、本当にね、で、まあ一応ね、その後ももし撮れたらなって中の人が言ってたけど、いい感じになったりとかね。そうだね、公開できる内容だったらまあそこはまだ分かんない、どうなるかね。まだまだ、だって去年ぐらいから始まる。あ、その後って本当にその後ってことか。いや、そう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 、何ヶ月っこいっこうみたいな。あ、それ知りたい、ね、この2人結局どうなったのかみたいな。あ、気
気になる、まあ、その日の夜も知りたいけど、うん、なんかね見てたらねその2人がね感情移入してきて、ね、応援したくなってくるあまだセカストのユキさんとかもそれで分かる出たいっていうそうあのユキ君の場所でもいいか出たいじゃんあれいいよねあれいい企画だと思う、うん、あの泉ちゃんいい企画いっぱい出てるんだよねあのアメフトの企画とかもラグビーかなアメフトかなアメフトの企画とかも出てるしもうちょっと当たり企画じゃない外れだいやいや外れあの自分あの持ち込み企画だから基本的にいいなと思って皆さん、はい、ナイモンチャンネルいろいろとあのやっぱりカテゴリー分けされててあるので、うん、あの皆さんナイモンチャンネルの URL が J-3 の方にも載せてますので、うん、皆さんチャンネル登録の方よろしくよろしくお願いしますあのテレビでやらない企画とかもあったりとかするしねやっぱ LGBT 系のやつも、ね、我々の心にこうヒットするっていうのはさ、ね、なんか見たくなるような企画がすごく多いからいろいろたくさんあるから何かしらにこうヒットするんじゃないかな、うん、なのでいろんな企画やってるしねいろんな人も出てるし、うん、だってこれもその企画の一つだあ確かに確かにアイス紹介したりとかしてるしね、うんあなんかね、食べてるだけなアイス食べてるだけ自分は好きな漫画紹介したいとこもあるしそうです、ね、そうだね、まあ、いろんな企画あるので楽しく私たちも拝見させていただいてます、はい、よかったら見てね、はい、よろしくお願いしますそれでは次の質問なんですけれどもナイモンさんは、まあ、課金するとプレミアムユーザーになることができると思うんですけど、うん、どんな魅力があるんですか、はい、自分のプロフィールの一番下に、うん、あなたにおすすめのユーザーっていうのは9人がね表示されるんだよね、うん、これ課金って言っちゃった課金プレミアムユーザーそう、うん、おすすめってことは向こうもちょっと自分のこといいなとどっちかっていうか今までいいねした人とかメッセージを送った人ブリーディングしてる人の傾向とかなんかいろんな条件であなたどうですかっていうプレゼンじゃないけどナイモンさんからのこの人にいいねしてみたらどうですかっていうのもあるあとマッチング、ま、なんかマッチこうあの丸×とかってあるんだけど、はいはいはい、あれがね無制限あの一生できます。そうそう一生できる。一生スワイプが70万回できます。同じ人も確か出てくる。っていうのはあるし、うん、あとさっきもちょっとねここら辺で話したんですけど、はい、いろんなメインの画面だよね。はい、近くの人の一覧で、はい、自分のことをブリーディングしてる人は赤枠で囲われてて、でお気に入れてる人には黄色枠かなっていうのが見えるんだよね。すごいです、ね。すごいよね。それ知らなかった。だってさそのブリーディング誰がしてくれたかって忘れちゃうじゃん、まあ、そうブリーディング来ましたっていう時には分かるわけですよそんなの一生ほっとったら分からなくて、うん、あとまあリストを見るっていうのもあるけど、うん、言ってもやっぱりさあのナイモンさんってさ、うん、あの近い人順っていうかさ、まあ 会える距離見る人っていうの魅力じゃん、うん、その中でこの人は自分のことを好意的に思ってるんだっていうのが分かりやすい素晴らしい企業だと、そうなんですよ、ぜひともプレミアムユーザーになる価値は全然あるんですよ、ね、そうなので1ヶ月でもいいからちょっと試してみてねそうですね、そうですね1回やってみたら、1回やってみてこんな機能あるんだそうでそれが継続するかしないかはここで判断してもらって一応1ヶ月とかさあの3ヶ月は1年とか確かいろいろ選べて、うんうんうん、長ければ長いほどちょっと安いのとねそうだよ月の単位、ね、お買い得なのでね、うん、ぜひぜひぜひ1回やね課金ユーザーなってみたら面白いかなと思うなんでちょっと上からですけど課金ユーザーとして上から言うんですけどあきちゃんは課金ユーザー課金ユーザーなんです課金はい課金プレミアム課金入ってる検討してる方あのこれ見てる中でいると思うんですけども、はい、一度やってみてはいかがでしょうか。そしたら、はい、さっきあのザ・リアルについてちょっと少し触れたんですけれどもそのナイモンチャンネルの中で、うん、今後新しいことを何か挑戦していかれることとか、まあ、そのチャンネル以外で何か新しい企画とか、うんあのまあ、今後の目標とかがあれば教えてください、うんはい、ナイモンチャンネルはアプリとは違う専任スタッフが担当しているので、はい、通常のテレビとか、うん、他の YouTuber さんとかが、はい
できないような、まあ、LGBTQ とかに特化した企画をねメインにこれからも、ね、いろいろ新しいことを、ね、企画中なんですよ。いろいろね撮影済んでてまだ公開してないやつもあるし、うん、企画段階でまだ撮影してないやつもあるし、うん、まだまだね新しいことをねやっていくつもりなんですよ、はい、ライモンさん。なのでね、楽しみにしてもらえるかな、皆さんチャンネル登録してもらって、ぜひ通知来るからね、うん、いや通知鐘のマークベルのマークを押してくれたら通知が来るから、そう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 、通知来るからぜひ配信されました。そう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 、ぜひあのもちろんねあの G バイセフリックスさんのチャンネルもね、はい、あまあこ、うちのチャンネルあそうかカットカットそうそうそう、あとね例えばなんですけど今年の年明けに公開したドラッグクイーン、あとアメフト選手さっきね話した、面白かったあれずるいよね、超面白いね、私神戸にチーわかるチンコちゃんね、チンコちゃんチンコはね、私めちゃめちゃ推してるんだよ、わかる、全然関係ない話使って使ってって言ってちょっと上からだね起用していただいてね、すごい嬉しいな、うん、いいよね、うん、あのなんかチンコの何か一個作ってほしいコンテンツをね、そう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 、あの絶対見るいろいろねいろんな企画をねまだ見てないとそのアメフトの動画を見てみてくださいね、ああいうの企画もね、うん、アイモンチャンネルっぽい感じよね、そうまあザリアムもそうだし、ああいうドラッグクイーンとはあのアメフトの企画とかもアイモンさん他では出てこない、うん、ね、なかなかないかなってのがあるので、まあ、そういったねアイモンさんならでは、うんの、 あの企画もね、いろいろ考えてますので、ナイモンチャンネルに関してはね、それの感じですね、そんな感じになりますね、うん、またいずれ私たちもこの後ですかね、同時期ぐらいになると思うんですけど、ナイモンチャンネルさんの方にもお邪魔して、はい、あの登場しますので、はい、あのそちらも見ていただければなと思います。ぜひよろしくお願いします、はい、でなんですけど、はい、ナイモンチャンネルじゃなくて、うん、ナイモンスターズのアプリ、はい、自体のアップデートというか、うん、もう僕ねあの公開してる頃には、うん、もう皆さんはねもう使ってるんじゃないのかなと思っている、ね、使ってない世界線で喋ってるそうそうあのまだアップデート前なんだけどアップデート内容を知ってる程度喋ってるんだ使っている世界線使いましたいやもちろん使ったおもろいやいいねいいね今はあのその今現在あのもうすでにアップデートされてると思うんですけども今この友達たち喋ってるのはあの未来のことになりまして、はい、そのアップデート未来のアップデート内容を教えていただいてよろしいですか。はい、私から紹介させていただきます。その機能の名前は探索機能。ピョーなんだ探索機能どういった機能なんですか。なんと探索ではないの。なんか探索やっぱね、やっぱ見つけに行くっていうね、うん、あ、そうか、まあそう出会いを ね自分からのモンスター、ね、モンスターを探しに行く。そうか、ジャングルなんだ、あの画面あの画面は具体的には何ですか。あの皆さんのプロフィールに書いてあるキーワード、はい、もう文章とかね、うんうん、まあ例えばどんなのが好きですか。俳句が好き、あ、そうそうそうちはやふるとか今日からだよ今日からでも書いてる人いるよね。まあ、いる好きなそのセンテンスも文章とか言葉を入れることでそこのプロフィールに書いてる言葉、うんうんうん、のプロフィールにそれが書いてた人だけが出てくるっていう、でそれが、まあ、一覧として出てくるんです。近い人から基本的にはあのフィルター条件に会った人だけが出てくるんですけど、うん、その中でのプロフィールで、うん、の中の言葉で、それって私ヤバくない。あ、そうだからちょっとね、一行しかないでしかも、初めましてそうそう何にも引っかからないなんて書いてたんだっけ、プロフィール。初めての方、初めまして初めましてっていうなんでしか絶対見つけられないから絶対検索しないそんな絶対入れない、まあ、だからやっぱプロフィール文はやっぱある程度はあ、そうだね。そうか、ここからちょっともしかしたらさ、内門のあのプロフィールがちょっとガラッて変わるかもしれないよ。主流だな。そうだね、まあ、一言だけだ、単語単語なの。そう、単語単語ちゃんと要所要所でちゃんと入れてくんっていう使い方。じゃあ多分これ配信されてる時にみんな多分ちゃんとプロフィール欄を見直してるそうかもしれない。一度ね、見直した方がいいかも。引けなければぜひした方がいいと思う。私してませんやっぱプロフィールは産業以上
あの幽閉のね、個人的個人的なアドバイスな、ちょっと幽閉のアドバイスを取り入れて、まあ、その探索機能に引っかかるような何かをちょっと入れていきます。あれあのコンテンツ、コンテンツというかいろんな項目の中の一つでも、うん、あの大丈夫なので、うん、例えば好きなあのミュージシャンとかとかに書いてるやつとかでも、そうなんだ、そうできちゃう。もうそこのコンテンツに何も入れてないもうそれも3つ3語以上一カテゴリー3語以上入れて、そのカテゴリーも充実させます、はい、うん、そうですね。これ便利な機能、便利、めちゃくちゃ画期的ですよね。だってさ、同じ機能ある人見つけやすい、まあ、確かに、なんかまだだって踏んで、まず顔だけで写真だけで踏まなきゃそのプロフィール読めなかったけど、あ、そうだね、まあ、あの自分の中では顔はそこまでかもしれないけど、うん、あ、とても合う人っていうのが見つかるかもしれない。そうですね、男は顔だけじゃないはず、うん、ハートだな大門さんであの1年間の年間検索そうワードが、あーこれがワード大賞出してほしい。もしかしたら大門ね、あの大門忘年会のクイズ読んであるじゃん、それを入れようかな。ピッとしてピッとしてピッとしてちょっとそういうのは良くない、ね、良くないよ、ね、だって本当のことを実直実直大事だから、そう、そう自分で言ってきながら思います。誠実さとね、はい、何か今後の目標みたいなの、まあちょっとあの、はい、急にガラッと話変えちゃう、いやいやいや、今後の目標みたいなのってありますか。一応ね、全世界で今70万人のユーザーがいるということで、うん、まあ、気にがいいところで今後100万人ユーザー目指します。目指せ100万人で、100万人もし行ったら中の人が何か、うん、なんかやりたいって言ったから、なんか企画を、企画なんかプレゼントなのか、プレゼントさっき何言ってたかな、人気ユーザーチケット全員でない、それはね、よくよく考えるとみんなが人気ユーザーチケットと、みんなが人気ユーザーチケット、変わんない。まあ、けどあれだね、一人一回自分の好きな日を選べる、あれ選べるんだよね。あ、そうなんだ。ユーザーチケットはあの日にちを選べるんですよ、あの登場する、どこにどの日に登場させたいか、そうそうそう、選べるので、買ったらね、買ったらだけど、じゃあ写真変えて、うん、あ、変えて、ハリして、そしたら多分3倍以上になるかもしれない。今日仕入れた知識すぐ使える、もう全部使える、すぐ使える、すぐ使えるってことで、ね、100万人目指したいっていうのが目標。はいはい、もし入れてない人いないと思うんですけれども、ぜひよければあのナインモンスターズのアプリ入れてみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画では、ナイモンさんのアプリや企業としての取り組みなどをいろいろ聞かせていただきました。取り組み、そんな喋ったまあまあまあ喋った、はい、企業の話いっぱい喋りました。あのナイモンさんからちょっとパートタイムで来ていただいてアキさんと雄平にはあの大変感謝しております。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。ぜひね、ナイモンさんこれを機にね、あのもし入れてない方がいらっしゃったら、はい、アプリをね、入れてもらって登録してもらえるかなと、そうですね、あとナイモンチャンネルの方の登録といいねの評価とよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。